はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。2月12日 NHK スクランブルでもやります。皆様いらっしゃいください。今更ながらですね、これは階級闘争なんだと気がつきました。放送法にあぐらをかいて、いい思いして、異常な高級もらって、有害な嘘報道、捏造報道を垂れ流す NHK 上級貴族を打倒する革命なんだな。革命大好きのパヨじいさんたちも参加してもいいんですけれども、あいつら NHK の仲間ですから、まあ来ないわな。なんであの NHK がパヨの仲間、わかるかというと、コラボ弁護団の例の記者会見あったじゃないですか。あそこにね、NHK も取材に行ってたんだって。結局はですね、撮った映像はお蔵入りになったみたいなんですけれども、ひまそらさんが恐れ入ってですね、もう住民請求、監査請求やめますとか、降参してたら、使うつもりだったけれども、反撃してきたから、使うのやめたみたいな、ことをですね、ご本人が動画で言っておられました。皆さんもデモに来られて革命に参加してくださいっていうとなんかうさんくさくなりますね。急にコロナが5月に5類に降格になるんですけれども、まあインフルエンザと一緒でですね、ワクチンも自費で、治療も自費で、その辺の町医者でも書かれてっていうなるんですけれども、3月14日からマスクするもしないも原則自由。高齢者施設とかでは着用をおすすめするよ。政府方針が発表になっておりました。ネットの反応です。半年分買い込んじゃった。まあ使えばいいよね。マスクつけんなって言われたわけじゃん。ですから、花粉症で外せねえんだよ。夏場はかなり楽になるな。そうですね、熱中症で、やばい。マスクしてると熱こもっちゃって、すでに個人の判断になってるようだけど、マスクしてないと寒いんだが、マスクしろ警察と、マスク外せ警察が出動。これありそうですね。肺がん手術後マスクで歩ってると苦しくなる私はありがたいです。そういう時はこうちょっとずらして口出して歩ってますけれども、原則なしでええよということらしいんですけど、まあ私は世間の様子見ですね。つけない人が多ければつけないし、マスクに慣れちゃってそうはならない気もするんだよな。結構ですね、武将髭剃らないで会社行けっから今のままがいいとか、俺はつけ続けるみたいなのがありまして、あと女性もですね、バッチリお化粧しなくていいから、ですね、そういえばおとといかな、渋谷に、昨日かな、渋谷にデモコース、下見に行ったんですけれども、マスクつけないで、歩ってる若い子も結構おりました。例えば女性なんですけれども、バッチリ化粧した後にマスクつけると化粧落ちちゃって嫌なのかな、なんて想像したりなんかして、常時、持っててですね、例えば病院行く時とか、電車混んでるような電車とかではつけた方がいい気がしますね。店や床屋さん、まあ床屋さんも店ですけれども、病院とかがマスク着用を要求で怒ったバカが暴れる未来が見えるこれあるでしょう。それはですね、店が求めるドレスコードですから、その店その施設の決まりですから、それが嫌なら、まあドレスコードがあるような場所を利用しなきゃいいだけで、この店のドレスコードが気に入らないって暴れるのはちょっと違うよね。頭が悪いと思うしね。コラボが2月28日にまともな帳簿を用意するのは不可能だろう。雑な計画書、雑な活動報告、雑な帳簿で巨額の公金収集、WBPC 貴族、これ若草ボンド、パップスコラボ、貴族と戦う川松時なんですけれども、予算委員会に入れたそうであります。そこでそのこの問題をそこで言うんだって。都の予算に関することですから、
当然ですわね。ただし本人はですね、予算委員会で発言しても今の都庁及び記者クラブの体質上期待はできないだろう。これ小池都知事2期目も圧倒的な票数で勝ったんで、まあ都の職員は、次も出たら次も当然知っちゃうよねということで、小池都知事に逆らえないと、勝ち誇らず慎重姿勢を投稿しておりました。予算委員には必ず都知事も出席します。豊島区もそうでした。川松都議に質問されて貝のように押し黙ってた小池都知事の口が開くことだけは確定ですね。全く楽しみであります。女子大生を買って知事を辞職したという最低の過去を持つ男と結婚した室井さん、テレビによく出てました。フェミニストを免罪符にするな、みんなあなた方に呆れているのだ、これ以上女を盾にするのやめろとですね、寄稿をしました。ブログかなんか、どっかの新聞に寄稿、週刊誌かだったっけな、忘れちゃった。ネットの話、まともなこと言ってて困惑。お、目が覚めたのか、私は正気に戻った。あ、最近どうしたのこの人、前はねパヨだったのにねこの人ね、正気に戻っちゃったのな。旦那が予想外にいい人だったんじゃないか、それでフェミがわめく女性対男性の社会的構図にひびが入ったんではないかと、心が満たされ考えがまともになったのか、なんちゃってフェミたちの正体を中から見てびっくりしたんでは。何でもかんでも国のせい、社会のせい、男のせいにする自称フェミどもが異常に映るようになるのは当然のこと。テレビに出るとなぜか頭がおかしくなるから、そうかもしんないな。テレビに出ると頭おかしくなるんですね。私もフェミ界は大嫌いです。性暴力とか性的搾取、性搾取とか定義が曖昧な言葉使ってね、税金吸おうとすっからね、なんか人を攻撃するネタにしたりね、起訴できるような明確な証拠があったらばそれはすでに性犯罪でしょう。性暴力っては言うけれども自称だけで証拠ないやつでしょ。これ被害届出せない、出しても起訴まで持ち込めないようなふわっとしたやつ。これね、捏造慰安婦と何が違うの。自称してるだけでしょ。証拠出せやしたら起訴すっからさ、言うもんでね。性搾取ってなんで、なんか無理やり風俗やらされてる状態なのか、無理やりやらされてんだって言ったら、まあ脅迫や強要罪で裁けますよね。裁けるっていう字変換ミスしちゃった。ふわっとした定義でですね、まず弱者、被害者を作るスキーム、そのまんまですね。フェミ界隈はですね、室井は寝とうよと言い放ち、ことなきを得た。得てないんですけどね。結婚してフェミの目的がですね、婚姻妨害と文化破壊であることに気がついたんでしょうね、室井さんね。露出して男にこびるな、美人ばっか出すな、レースクイーンとミスコンは性差別、恋愛すんな、男のせい、イコール婚姻妨害だしね。宇崎ちゃん温泉娘けしからんは文化破壊ですし、ニート無能のですね、おっさんキモイ連呼も男女分断を図って婚姻妨害してんのが目的でしょうね。見に行った40代男性 YouTuber、二頭さんたちにキモイコールされた。普通に男性差別だと思うと。まあ、キモイとしか言えんなだろうけど、33歳、ニート無能さん33歳の年齢考えると痛いな。33歳は若者からはおばさんって呼ばれる年だろうにね。私のようなおっさんからは見れば小娘ですけど、もうあなたおばさんに足突っ込んでんだよ。それがですね、おっさんキモいとかちっと言っていいな。バカ笑いしてしまう。岸田総理副鼻腔炎で緊急手術、全身麻酔となるため内閣法に基づき13日まで松野官房長官が総理を代行するそうであります。ネットの話、ゼンマとか結構大掛かりやな。普通は抗生物質でなんとかなるもんだけど相当悪いんだな。慢性化してたんだったら閉会中にやっとけよ。開会中ですからね今ね。鼻炎で思考力が今まで低下していたから検討ばっかりぼーっとしてたんだな。安倍さんの下痢も気の毒だったが岸田ついてないな。
花丈を伴う炎症で、まあ、これ、切るのかな、ポリープできちゃったんですね、これ。鼻中隔湾曲症の手術で、私も2019年7月にめちゃくちゃ痛い目に遭いました。めちゃくちゃ痛かったです。私にはわかります。これレーザーで焼いたりですね、鼻の中の構造を変えないと、またできます。そのままだと、ポリープ取っても取っても生えてきます。そのままだと、全身麻酔の事故率は4万分の1ぐらいだそうですけど、万が一以下なんですけれども、それでも絶対ではないから官房長官が代行するんでしょうね。鼻や目の手術はまあ大抵全麻になります。脊髄に麻酔薬打ち込む麻酔、脊髄麻酔はですね、やったところの下にしか効かない。だから上の方効かないんですよ。だからそれできないし、局所麻酔剤は効きが弱い。我慢できない。目や鼻なんていう感覚が鋭敏なところ。私も全身麻酔で鼻中隔湾曲症矯正手術やりました。今は調子であります。だからあんなにぼーっとしていたんだな。は笑ってしまいました。はた目から見ても薄馬鹿三太郎に見えてたのかと思うと、もう笑うしかないですね。自民党、実質自衛隊への寄付になる防衛版ふるさと納税を増税以外で防衛強化特命委員会で検討開始。おー、ネットの話、防衛に自分たちにもできることがあるのは嬉しい。ふるさと納税先が決められなかったが、これなら即断。よくわからない。再エネ、還付金を払わされているより、付加金再エネ付加金か。付加金払わされているより、こっちの方が断然有意義。自衛隊員の待遇改善を心から願う。国民から直接応援されていると感じれることで、より士気も上がるという、まあ肯定的な意見、でした。賛成の嵐、やっぱり。2021年のふるさと納税総額は8302億円だったそうであります。年々増加中。何にもしないと住んでる自治体に自動的に行ってしまう。やってない人がほとんど、私もそうであります。自衛隊に直接支援できると知れば、漫然としてた人も手続きしそう。自分の住んでるとこ以外にも納税しそう。防衛省。もちろん私も、します。始まったらね。国家あっての生命、財産、福祉、経済であるし、平和、国の大事。ウイグル、チベット、ウクライナ見て、これわかんない人は、パヨかバカ。あるいは、パヨでバカ。バカがパヨ。とも言えなくもないですけどね。バカだからパヨやってる、みたいな。全員がふるさと納税したら、どのぐらいの額になるかわかんないですけど、足りないとされてたですね、1兆円以上になったら、さぞかしパヨは発狂するんでしょうね。ストレスで風邪ひけ。鼻炎になる。鼻丈できる。増税を避けるためにって名目だから、反対しにくいな。パヨもテレビもな。いつものように信号作って、めちゃくちゃの尻滅裂で反対すんだろうな。まあ、喉から血出す勢いでね。日本人の敵、テレビ朝日、トルコでやらかす。テレ朝トルコから大声で中継。トルコの消防士、生存者の声が聞こえねえだろ、静かにしろ。テレ朝黙り込む。ネットの話、注意されんとわからんバカ。阪神の時はヘリを飛ばして被害者救出妨害してたよな。だからマスゴミと呼ばれる。テレビ局は人命よりネタ優先。死者が増えた方がネタになっていいんだろう。災害時に強い NHK だから NHK は必要なんですって一時やたらアピールしたけど、その後に起こった災害で何の役にも立たないことが知れ渡って、最近では災害に強い NHK って言わなくなったな。阪神淡路での実話、自衛隊マスコミヘリうるさいから飛ぶな。暴局は黙れクソ自衛隊、報道の自由じゃ。こんな言い返ししてたみたいですね。許せませんね、これ。これはひどい。日本と日本人の株下がんだろうが、トルコにおける。テレ朝は国を貶める国賊だから、もう帰ってこなくていいな。阪神でも東日本でも熊本でもやらかしてますけども、きっと俺らと違う部族、日本人もっとしねえとか思ってんでしょうね。テレビ局の連中は、日本人と違う部族だから。私ら部族国家じゃないですか。全員親戚のさ、脅迫と詐欺と
名誉毀損と営業妨害から逃亡中のガーシーさんに、4人の告訴人の中に綾野武志剛豪なんて読むのがいると知り、顧問弁護士高橋に止められていたにもかかわらず、豪武志剛ちゃんと分かっとけよ、裁判するということは裁判所に出てきてテレビのカメラが入っている前で俺と喧嘩せなあかんということ、何言ってんだよ、事実を言っていることで名誉毀損というなら名誉毀損で訴え返すからな、喧嘩売ってきたんだから勝手いいでしょと再脅迫これね、土下座して示談を目指す立場なのに、ああもう終わったな、やっぱバカなんだなっていう、ネットの話、この人こんなんでなんで訴えられないって思ったんだろう先に結果打ったのお前だろ、綾野やるやん、弱い犬ほどお前だよ先に喧嘩打ったのは、名誉毀損で訴え返すってバカなのこの人、自分から相手の後頭部殴っておいて、これ刑事と民事の区別もつかんのか、法廷にカメラ入らないよ、脅迫の被害者をさらに脅すとは、これ許したらですね、暴力団の被害届出す人いなくなるから裁判官絶対許さないよこれ、初犯でも実刑判決あっかもしんないですねこれね、罪の上塗りやってますから、被害者には土下座して示談金交渉してそれ払ってですね、謝罪も示談も済んで反省してるみたいなんですって一筆書いてもらってですね、それ裁判官に提出して減刑してもらわなくちゃいけない立場なのに、高橋弁護士もですね、示談したくて謝罪したくて謝りたくて、被害者との取り次ぎ警察に頼んだんですけど、拒否されたんだって、そういうことはやってません被害者はですね、示談拒否、もう警察に伝えてあったんでしょうね、取り次ぎ行くかもしれないけど断っててください、連中と話したくないってことで、裁判するということは裁判所に出てきてテレビのカメラが入っている前で俺と喧嘩せなあかんっていうこと、全くの意味不明、脅迫事件の被告は法廷に来ねえよ普通、一体どこで得た妄想なんでしょうね、裁判はまだまだ先で、その前に除名処分、議員じゃなくなるのありそうですけども、今後も目が離せませんね、バカ見物は楽しいなっていう、感じであります。まあ、こんなこと言ってると私のことも訴えるんでしょうか、バカをバカっつって何が終わりになって、言い返しますけどね、というわけで、12日あさってのデモ、革命階級闘争、うさんくさくなってますけれども、皆様よろしくご参加ください。デトックスジャパン。